はい、こんばんは。頼まれたのがこの B5 ですね。T イコールサインシータタスコサインシータトークと。1番、サインシータコサインシータを T を用いて表せと。で、2番、T を T イコール R サインカッコシータプラスアルファ、まあ合成ですね。の形で表せ。また、シータイコール、シータが0以上2倍未満の時の T の取り得る値の範囲を求めようと。3、シータが0以上2倍未満とすると。で、シータの方程式。まあ、これは1番、2番を使ってですね。なんでかというと、t を使ってって書いてあるから。はい。ルート3、引く1、カッコサイン、カッコのシータプラス6分の π、足すコサイン、カッコシータ、引く6分の π。これはまあ、加法定理ですね。足すサインにシータ。これも2倍角ですね。足す1イコール0があると。点点点1ね。方程式1を t を用いて表す。また、方程式1を満たすシータの値をすべて求めようと。はい。じゃあ行きましょうか。ちょっとめんどくさいですね。1、2まではもうこれは標準、基本問題ですよ。t、2乗してください。そしたら、これが1になるから、1たす2サインシータコサインシータですね。じゃあ、サインシータコサインシータイコールが回答だから、答え、2分の t 乗引く1。2分の t 乗引く1ね。はい、いいですかね。で、続いて2番。t イコールサインシータたすコサインシータ。じゃあ、合成します。サインの横が1。1はこれコサインだから、x 座標ね。コサインの横が1、1はこれ y 座標、サインだから y 座標。だから1と1で45度ですね。だからサインの四角シータ足す4分の π と。で、この長さがルート2ね。はい。で、これ合成と。合成して、これでいいんか。これ1つね。で、今度 t の取り寄せと。だからこれ1つと。で、次。シータがこの範囲だから4分の π ずつ足していって、ということは4分の π から4分の 9π。の範囲で、ということはもう1とマイナス1ですね。1とマイナス1の範囲ね。で、ルート2倍、ルート2倍、ルート2倍したらこうなると。じゃあこれが t だから答え。t はマイナスルート2以上、ルート2以下と。っていうふうにね、してください。いいかな、ここまで。ここまでが問1ね。いいかな。はい。で、続いて。今度3番、3番はまず確認で、加法定理からサインのカッコシータプラス6分の π はサインシータかけるコサインの6分の π 足すコサインシータかけるサインの6分の π ね。ということはルート2分、あ、じゃあ2分のルート3サインシータ足す2分の1コサインシータね。で、これちょっと保留と。で、今度コサインのシータ引く6分の π、加法定理はコサイン、コサイン、サイン、サインでプラスね。ここマイナスやとプラスね。コサインシータかけるコサイン6分の π、足すサインシータかけるサイン6分の π。ということは、2分のルート3コサインシータ足す2分の1サインシータね。で、あともう一個。2倍角からこれを2サインシータコサインシータね。で、これは1番の回答からサイン2シータっていうのは、これ、1番の回答これだったから、これ2倍したやつ。t2 乗引く1ね。じゃあ、よって1番、こう書き換えられますと。ルート、カッコ、ルート3引く1。で、はじめの、カッコ、サイン、シータ足す6分の π、これね。で、コサイン、シータ引く6分の π、これね。で、サイン2シータ、これね。で、これと。で、これをこうまとめると、t2 乗足す t イコール0になります。うまいことね。t2 乗足す t イコール0ね。いいかな。はい。ここまでいいかな。で、イコール0を解くと t がマイナス1と0になります。だから1つ目、3の1つ目の回答はこれでいいんか。3の1つ目の回答はね。いいかな。はい。はい、じゃあ次、その続きがあって、これは、一応ね、これ条件はさっきこれが出ましたね。これは満たすを書いとかないと減点食らいますので、これはね。t の範囲ね。これはさっきどうやったっけ ?2 番の回答ね。2番の回答で t はこの範囲って書いてると。はい。で、じゃあそれぞれ t がマイナス1の時と t が0の時でシータを出します。t がマイナス1の時、つまりこれマイナス1ですね。
でルート2で割って、でシータ足す4分の π がこの範囲だから、4分の π から4分の 9π の範囲でマイナスルート2分の1、じゃこの角度とこの角度ね、ということはシータは π と2分の 3π、 まずこれが1つ目の回答と。で今度 t が0の時はイコール0で解くとこうですね。でこの範囲守って、じゃあ0だから π と2分の π、 あ 2π ですね。で4分の π を引いて θ が4分の 3π と4分の 7π と。じゃあ以上4つですね。これ2つ、これ2つ。じゃあ以上より θ イコール4分の 3ππ、2分の 3π、4分の 7π と。となります。どうでしょうか。じゃあちょっともう一回3番ね。3番はちょっとややこしかったけど、1番2番はもう標準問題、基本問題ですよ。じゃあちょっと3番の出だしのとこだけちょっと書こう、ちょっとここだけ置いてみましょうか。